皆さんこんにちは。アローハー。ハワイ在住20年の南です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりにハワイの観光動画です。今まで観光シリーズ動画を8本作っていますが、ハワネコチャンネルを参考に観光しましたと嬉しいメッセージをいただくようになりました。視聴者の皆様の役に立っているんだなぁと嬉しく思う反面、狭いハワイ、紹介する場所が少なくなっているのも事実だから、同じ場所でもハワイの綺麗な空気を画面から感じ取ってもらおうと、今日も定番のタンタラス展望台にやってきました。タンタラスは夜景で来たことあるよという方、ぜひ展望台まで来てみてください。素晴らしい景色にきっと感動すること間違いなし。ダイヤモンドヘッドからホノルル空港のパノラマビュー、青々とした海の色を目に焼き付けたら次の目的地へ移動です。こちらもすっかり観光の定番となったマカイピア桟橋。静かでフォトジェニックな桟橋下で綺麗な写真を撮影してみてくださいね。ラニカイビーチも定番の一つ。このサラサラできな粉のような砂の道を歩きながら、この先にある素晴らしいビーチにワクワクすること間違いなし。私の好きな5番の小道、大きなヤシの木が出口付近にあります。さすが全米ナンバーワンビーチに選ばれたことだけありますね。あまりにも気持ちよくて思わずジャンプしたくなる。さあ、この後はいつもとは違うルートです。チャイナタウン内のカルチャルプラザには有名なレジェンドシーフードレストランがありますが、今日はハワイに恋してを見てどうしても来たかったというタイパンティムサムにやってきました。まずお店に入ったらノートに名前と人数を書きましょう。とにかく活気があって忙しい雰囲気。観光客よりローカルチャイニーズがたくさん来ていました。早速メニューを見てみましょう。メニューはスモール、ミディアム、ラージと分かれていて、私たちがオーダーしたのは全てスモールのメニューからでした。そして裏面にはスープや麺類、チャーハンなどがあります。全て美味しかったんですが、このスペアリブ最高でした。スペアリブが人気です。さあ、次はチャイナタウンから徒歩5分のところにある出雲大社ハワイへやってきました。縁結びの神様として有名な島根県の出雲大社は1906年にハワイ分院として建てられ、ハワイの地元日系人が初詣や七五三などでよく訪れています。ハワイ限定お守りや御朱印なども受けられます。主観さんも元気です。ハワイに来たらぜひお立ち寄りください。ビショップミュージアムに来ました。出雲大社からは5分です。ベストミュージアムに選出されたことがあるビショップミュージアムには、ハワイの文化的歴史を保存し展示しています。入場料は1人33ドル95セントですが、JCB 会員だと 20% オフになりますので、チケットカウンターにて JCB カードを提示してください。リストバンドをつけたらミュージアムへ向かいます。正面にあるハワイアンホールの建物にまず感動し写真撮影。そして最初はハワイアンホールでハワイの歴史的展示物を見学し、後でサイエンス館を見学します。ちなみに私はサイエンス館が楽しかったです。まるでハリーポッターの世界のような入り口。その他にどんな展示物があるのか興味ある方は、
ぜひ一度来てみてくださいね。最後はアウダキでお買い物です。ビショップミュージアムからは約30分です。今日の動画はいかがでしたか？途中からいつもとは違うコースだったので楽しんでいただけたら嬉しいです。チャンネル登録者数ですが現在7700人ちょっと。ウサギとカメで言うとお猫チャンネルはカメさんですが、1万人目標で頑張りたいと思います。1万人になったらライブをやりたいなと考えています。他の YouTuber さんはライブ配信をやっていますが、私はやったことがないので初ライブになりますね。もちろん皆さんの大好きなあのお店から。いつも見ているけどチャンネル登録はまだですという方、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタンとコメントもよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. マッハロー。バイバイ。チルチルチャチルチルチルチャチルチルチルチャチルチルチャチルチルチャチル。みんな大好きチルだね。タランタランって終わってんだね。終わりです。バイバイ。